さて。どうするペイン。どうせ俺たちの味方ではないんだ。案内しろ。わかった。殺せるならやってしまえ。カトンエンダン。ガマダイラ影操りの術か。今すぐこいつを。少し離れている。はい。ガマ油断。他の二人は、ナガトとヤヒコはどうした。けどあなたは私たちを助けた。もう遅いわ。あれから数年、お前たちの名をちらほら聞くようになった。それが自分で考えた結論ですよ、ジライア先生。外見はだいぶ変わったが、その目、変わったな、ナガト。ヤシコはどうした。何も、ただ戦いだけだ。先生、あなたはまだ人でしかない。神へとな。人の時には見えなかったものが神となった今は見え、この戦いだらけのくだらない世の中に終止符を打つ。億単位の数の人間が一瞬で死に絶え、俺の理想は。口寄せの術、ジライア様と。増幅口寄せの術に縛られたお暗黒か。どうやら術の肝はあれか。くっ、またばらけるぞ。頑張ってはいるんですがね。やっぱり自分不器用ですから。消えた犬もろとも。しまった。
それなら仕方もなかろうが。では行きますぞ。ほんなら行くで。早い。一度ならずも二度までも防ぐとすればさっきのように盾でガードするしかない。しかしあいつらは一体何者なんじゃ。やばいの、忍術を無効化されるこの状況で。地雷じゃ、一旦引け。はい。あいつらのうちの一人がナガトだとしても、どいつが本物のペインか。ペインとは一体何者なんだ。つまり視野は人の3倍。そりゃあコンビネーションは最強じゃわ。体術ならまず勝てませんの。あやつらがジライヤちゃんのかつての弟子なら、母ちゃんよ、この戦いには世界の平和がかかっとる。いやな、何をそんなに嫌がってらっしゃるので。効果が得られるまで少し時間がかかる。しかし一旦現実にはめればこちらの勝ちは確実。これでこっちに向いている目は、さらにこれで1対1。現実の歌は喉に負担がかかってる。喉は痛める、下顎が伸びてたるむ、シワになる。さてと、ベイン陸道、ここに剣座。新しく口寄せした奴らの術か何かで復活させた。6人もの輪廻丸が、お前らは一体何なんだ。我々はペイン。気配が消えた。螺旋丸。大丈夫か小僧。これか。ねえ。どういうことだ。そうだ、思い出した。こいつはナガトなんかじゃない。もうここまでペインに近づける者は多分おらんでしょう。
今までのペインの情報とこのペインの死体を持って帰ってくだされ。こいつら全員わしの会ったことのある忍びだ。そっか、わかったぞ。ペインの正体。ダメだ。気が遠くなる。そうだった。わしはあの子に。なると思えば、忍者とは忍び耐える者のことなんだよ。大切なのは諦めねえど根性だ。それがお前の忍道ならナルトよな。そうだろう、ナルトよ。のよし、片付ける。カエルには逃げられたか。これでちったマシになったかの。ほどほどにあっぱれあっぱれ。そうだのう。